皆様こんにちは、ザ・ニュースペーパーの石破茂のつもりでございます。そして、自分で言うのもなんですが、菅前総理大臣でございます。いや最近ね、どうしました、岸田政権どういうふうに見てらっしゃいますか、石破先生は。まあやっぱり、そろそろかなと思いますよ ね、ひょっとしたら、このプレ公演が最後の舞台になるということですか。なるほどね、それもあるかもしれない。そうですね、4月13日土曜日、ザ・ニュースペーパーは全国公演2024として、広島はなんと今回呉でやるんですよね。そうなんですよ、呉の信用金庫ホールでやるんですけど、これは大きな意図があるんです。広島市じゃない、つまり、総理の選挙区を外しました。ちょっとそこは忖度しまして、選挙区じゃないところで思い切り社会派コントをやらせていただくということですね。ちょっとした優しさ。まあね、岸田政権頑張っておりますからね。私はね、本当ね、岸田総理がね、本当にこの裏金問題、切り気も本当に入れる気があるんでしたらね、私はもう厳しい第三者機関を入れるべきじゃないかなと思いますね。なるほど、そういったことをやった方がいい。どうすりゃいいかな。例えばその第三者機関、一番ピリッとするのはね、週刊文春入れましょう。いや、それピリッとしすぎるんじゃないですか。大丈夫、ダメですか。他のことも出てくるかもしれないけど、いや本当にね、4月13日楽しみでございますね。ぜひ皆様、中国新聞をしっかり読んで予習するともっと楽しめますからね。それが一番いいと思います。ぜひ皆様お出かけください。4月13日土曜日午後2時30分から呉信用金庫ホールにてザ・ニュースペーパーのステージあります。楽しみだね。お待ちしております。あれもう終わっちゃう。あ、そっか。すいません。この人ね、総理としては1年の短命だったんで。関係ないですよ。早く終わる癖があるんですね。関係ないですか。なるほどね。しょうがない。もう体質になってるから、ね。待ってます。私、石破も出ると思いますので、お待ちしてます。